こんにちは。最近ね、私イップマンシリーズってすごく大好きで、ドニー・イエンさんが出ているやつなんですけども、第1話から第4話完結まであるんですよね。そして外伝があったり、さあ完結編があったりするんですよ。この完結編っていうのはドニー・イエンさんじゃなくて別の方がやられてるんですけども、これもね、クーロン城を、舞台にしたものすごく鬼気迫る興奮活劇なんですよね。やっぱり完全懲悪と言いますかね、悪いやつをぶっ倒して最後にカンフーでその人の道をね貫いていくっていうところとかね、すごく胸を打たれますよね。そしてそういうのを見るたんびに、私もね、その格闘技を通じてカンフーを通じて体も精神も鍛えていきたいなと、こうメラメラと燃えていくわけなんですよ。やっぱりね、ミスター M さんにもそういうのが伝わって、いや嬉しいなと思います。ドニー・イエンさんは今ね、宇宙最強と言われてね、1対10とか1対30でもう勝っていく、そういう風なシーンが出ていったりとか、当然1対1もむちゃくちゃ強いんですけどもね。そして優しくってかっこいいんですよ、穏やかで、すごい映画だと思います。これからもね、そのこういった格闘技シリーズで映画のレビューをどんどんしていっていただければなと思うんですけども、最近ね、私仁義なき戦いっていうのもね、 U-NEXT で見るんですよ。U-NEXT っていうのは月額課金の動画視聴サービスなんですけども、これね、最近そのあれですね、モッピーっていうポイントサイトで初月だけ無料ですよみたいなんで、しかもポイントもらえますよってやつなんでね、登録すると得をするんで登録したんですけども、いや、アマゾンプライムでは見れない映画がたくさんあって、イップマンシリーズも全部ここでは見れるんで、だってアマゾンプライムも以前はね、イップマンシリーズ全部見れたんですけども、今マイク・タイソンの時のやつしか見れないんですよ。あとは有料なんですよ。だから U-NEXT の方に今無料期間で入っていただいてですね、で、そこから1分は見てもいいんじゃないかなと思います。1分は第1話、第2話、第3話、第4話完結編まであって、そして、完結編の外伝みたいなのがあるんですよ。マスター Z ってやつもあるんですよ。これはですね、1分の第4話で第3話か第3話で他の永州拳を使うやつが出てくるんですよね。でそいつと戦うんだけども、勝つわけなんですよ。で負けた方がイップマンと戦ってすごいねっていう風に言われながら、自分の英春拳との向き合い方とか、正義とは何なのか悪とは何なのかみたいなことをこう苦悩しながらね、別の英春拳の使い手として生きていくみたいなストーリーが、これまた感動なんですよ。ということでね、香港っていうところが、中国香港っていうところの舞台になってますけども、以前は日本軍が攻めできてね、日本に対してあまりいい思いをしなかったっていうところとか、あとはイギリスの支配下に入って、今度はイギリスと巨大な権力とね戦ってみたりとかね、いろいろあるんですけども、中国人としての誇りというものをね、カンフーを通じて私たちに伝えてくれたんじゃないかなっていうところと、やっぱりね、人っていうのはどうして生きていくのか、どういうふうに生きていくべきなのかってことを非常に考えさせられる、単純にドタバタのね、エイヤー等のカンフー漫画ではなくて、人の道、仁義礼智ってものを伝えてくれる、そんな素晴らしい映画だったかなと思っております。マイク・タイソンとのシーンもすごかったですね。やっぱりね、プロボクサーが引退してもこういう道があるんだってこともね、すごくワクワクするところでございます。それからミスター M さん、 YouTube でね、亀田兄弟がやっている、亀田史郎さんがやっている最高ファイトクラブ、先日最終回を迎えました。これもすごい良かったですよ。普通の人が YouTube で集まってきてボクシングのトレーニングをして、最終的には7人に絞られるんですけども、その途中のね、厳しいトレーニングとか、部員同士のね、こうやり合いとかね、むちゃくちゃ興奮するんですよ。で最終回は日本ランカーとか並み居る元プロボクサーとスパーリングをして全部勝利するみたいなね。やっぱ亀田さんすごいですね。3兄弟全員を世界チャンピオンにしただけありますよ。これからもね、ボクシングっていうものをどんどん盛り上げてくれると思いますし、このコロナ禍と言われる2020年に、多分亀田さんだけなんですよ、このショービジネスで、特に格闘技でね、これだけのことを成し遂げた人は。で最終的に最後のまとめで言われてましたけども、今ショービジネスとかボクシングがすごく厳しい中でね、一つの新しい時代を作ったんじゃないかなっていうふうに振り返られてますけども、私もそう思いますね。YouTube で企画を立てて、 YouTube で人を募集して、 YouTube でトレーニング風景を映して、ファンを作りながら何十万回も再生されて、何百万回も再生されて、そして最後のファイトマネーは YouTube の収益から分配するみたいなね、すごいですね。プロボクサーの最初の4回戦防衛の最初のファイトマネーって6万円だっていうふうに聞きましたけども、それ以上のものが
今回の最高ファイトクラブの最初のね、練習試合とは言いましても真剣試合でギャラとして出たんじゃないかなというふうに見ています。ぜひね、最高ファイトクラブこちらの方もミスター M さん見てほしいと思います。ドニー・イエンさんの次に見るとしたら最高ファイトクラブしかないと思います。じゃあ、いってらっしゃい。